アンコールは GM が製造、ビュイックブランドで販売しているクロスオーバー、SUV である。2012年1月の北米国際オートショーにてワールドプレミアされた。オペルモッカ、モッカ X とシボレトラックスは姉妹車であり、外観デザインは各ブランドの趣向に合わせて変更を受けているものの、基本的なメカニズムは共有する。生産は 韓国の韓国 GM が担当。2016年には改良が施され、最新のビューイック車共通のイメージを有するフロントマスクに刷新された。プラットフォームは、シボレーのアベオやスパークと同じ GM ガンマニを採用し、エンジンは 140PS の出力を誇る1.4リットルガソリンターボ一種のみで、トランスミッションも6速 AT のみで、MT の設定はない。 なお、FF の他にトルクオンデマンド方式の4、WD も選択可能である。内外装については、フロントグリルをはじめとした各所に都金を多用し、インテリアパネルについては各所に都金を、そしてシートについても本比較をおごるなどとなっている。2019年4月、上海モーターショーにて、アンコール GX と共に2代目モデルが初公開された。その後、 同年7月より販売開始。当モデルは中国のみで販売され、北米では先代モデルが引き続き販売される。プラットフォームは新興国向けモデルのために開発されたジェムプラットフォームを採用。パワートレインは最高出力9 2ット、最大トルク 180Nm を発揮する1.0リットルガソリンターボエンジン、最高出力1 2 1ット。 最大トルク 240Nm を発揮する1.3リットルガソリンターボエンジンの2種類。1.0リットルモデルには6速 AT が、1.3リットルモデルには CVT が組み合わされ、駆動方式は FF のみである。ありがとうございます。